デイビッド・デュビンスキー。デイビッド・デュビンスキーは、ポーランド出身のアメリカの労働組合運動指導者。本名は、ダビド・イサーク・ドブニエフスキー。3歳で、ウッチに移住。1906年に、ユダヤ人分土に加入し組合活動に参加するが、ロシア当局の弾圧によって1908年に、入国。チェリア・ビンスク、ビャビストクとシベリア各地を流刑された挙句。 1911年にアメリカに移住する。1932年から1966年まで国際婦人部労働組合インターナショナルレディース、ガーメントワーカーズユニオンの会長を務め、さらにアメリカ労働総同盟でも副会長を務めるが、1936年に AFL から組合ごと脱会し、アメリカ労働総同盟産業別組合会議結成に参加。 さらに、CIO を足場として、アメリカ労働党を結成するものの、路線対立から1940年に CIO を離脱。AFL に復帰する一方で、ニューヨーク自由党に加わって、ウェンデル・エル・ウィルキー支持を格作するなどした。ありがとうございます。